皆さんこんにちは、M チャンネルです。今回は Twitch と Epic ID のアカウントをリンク付けする方法を説明します。 Twitch のアカウントを持っていない方は Twitch の登録からお願いします。ここに必要事項を打っていってアカウントを作成します。登録完了できたらこのメインメニューが出てきます。ここで左上のこのボタンを押していただき、ドロップスのボタンを押します。そして全キャンペーンを選択し、まあどのチャンネルでもいいんですが、一応フォートナイトのチャンネルを開きましょう。そしてこのゲームアカウントをリンクというボタンをタッチします。すると Epic ID にログインするように要求されるので、必要事項を入力し Epic ID にログインします。自分の場合なぜかこの画面に戻ったので、もう一度この画面からゲームアカウントをリンク、そしてここをスクロールしてこの Twitch 接続するのボタンを押します。そうすると次はツイッチにログインする画面が出てきますので、ここで必要事項を入力すると、このようにツイッチと Epic ID を接続することができます。以上で説明は終了です。この動画が参考になったという方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。